みなさんこんにちは、しんたろうともだち TV です。今回はたけのこご飯を食べていきたいと思います。たけのことご飯とかつお節がありますね。たけのこ昨日山に掘りに行ってました。パパのやつさこれぐらいだったけどさ、僕これぐらい、いやもうこの画面に映らなかった。ではその時の動画を見てください。猫はまた、あと、もうちょいや。ちょうどこの下ぐらいにガスッとあのスコップさせるようにした。あ、この下にガッて。そう、なんかこの辺邪魔なるやろから最初ここ道を作っとこう。この辺もうちょっと掘っといて。ぶっ刺すのあの力いるから。いけそう。うん。よっしゃ。今行ってみて。このスコップ貸して。あ、それでいける？はまったははまったんだけど、抜きはしない。僕の力だから。そこに。ここにはまるははまるけど。これ根っこあんねんか。これ見て。違うやつは。これ根っこなの？これタケノコの根っこじゃない。ここにスコップ刺して、なんかでこう掘ったらいい。石。石？じゃ石。石で叩こう。ここ？でかいな。めっちゃでかいな。ここぐらいで終わるのに、うん、殴ったらもっとだんだんビキビキ割れていくんですけど、えっと殴るの殴るの殴るの大きい大きい。確かに、そうそう。お、なんかいい音がし始めた。あ、いい。おっと、頑張れ。お、よし。ここに象がいた。象の足だったらバーンってなる。お、よし。でっか、でっか。おめでとう、しんちゃん。おめでとう。見せてこっち。一番でかいわ。これだけど。でっか。めちゃくちゃでかいよね。今日一っていうか、あの、過去一かも。過去一かもしれない。はい、ということで、今回の動画はこれで終わります。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。しんたろうともだち TV でした。